こんにちは。こんにちは。小原田康久です。小原田ひろみです。イルカの時間です。いいね、朝から元気だね。うん、あの昨日種もらったんだよ。本当にもうわざわざ送ってくださって。そう、わざわざ送ってくれたの。なあ、もう今うちではイルカの畑ちょっとブームだからね。うん、それは読んでくださってるんだよね。ありがたいです。本当そう、うん、本当にやるだけ。いや、よくそういうこと言うよね。あんたなんかさまあこの間草むら入ってたからな。失礼なこと言うよね。なんかさ、ほんと失礼なこと言うよね。なんかね、もうさ、もうずっとね昔からと知ってるわけだからさ、うん、なあ、あなたの、あなたに私の何が分かるというの。うん、まあね、大変だったもんな、ほら田舎からさ、うん、白菜とかさ、うん、野菜送ってくれるじゃん、うん、なあ、うん、そしたらさ、うん、まあ虫もついたりするわな。私ね、ごめん、悪い、一番ショックだったのが漬物の中に入ってた虫。あ、そうだった。いや、美味しいんだよ、漬けてくれると漬物美味しいんだけども、うん、ね、うん、あの大きな虫がもう白菜漬けの中に入っていて、大きいってさ知れてるよな。でもさ本当にすごかったよ、もうね、うん、町中に響き渡るような声が出るからさ。いや、そういうこと言うとさ、うん、これをもし聞いてる方がいたらそういう人だと思うじゃん。だからそういう人だってたの。失礼ね。だから本当失礼だよね。さ、いや本当失礼だよね。だけどそれ、ね、それがさ、うん、畑をやるって未だに俺には信じられないのよ。あ、そう。うん、だって行ったじゃん、一緒に明石農園も行ったよ。行った行った。素敵なとこだったよね。うん、そうそう。だから行ったよ。ね、あそこだって行ったよ。鴨川も行ったしね。鴨川でもあなた一生懸命玉ねぎ植えたからな。植えたよ。おーちゃんの玉ねぎ植えましたよ。そう。アートさんって言ったじゃない、愛媛だって。愛媛も言ったよな、いちごを積んだよな。もくもくといちご私は積んだよ。まあそうだよな、本当にね。ミツバチだって会いに行ったよ、まあ、私。そうだな、朝早く。そうだったな。なあ、だからまあ今のあなただけを見ればさ、うん、そういう人だと思うかもしれないけどさ、うん、なあ、うん、いや、うん、私あの例えばね、昨日もさ、たまたまちょっとサロンでさ、うん、あのね、あのお客様と、お客様がお友達を連れてきてちょっとお話をする機会があったんだけれども、うん、話をしたけど全くこういう人じゃなかったってことはちゃんと言ってるよ、うん、私なんだろう、嘘はつきたくないので、なんか、うん、いかにも最初からこうスピリチュアルに目覚めてなんかあれしたとか、うん、こういうことを信じてたとか、うん、そういうこと一切私言わないし、うん、今小笠原に行ってるのこととか、うん、なんだかあの畑やってることとかもさ、うん、ひょんなことからであってさ、うん、もう最初からもう自然大好き、環境問題やりしますとかさ、うん、そういう人じゃないってことはちゃんと言ってる、じゃないよな、うん、ね。だから、そう、だからその、うん、それが大事なんだ、変化がな。だからその経過が大事なんだよ。だからなんか昔からやってますみたいな、うん、そういうポーズは私は絶対取らないからね、うん、本当に単純に小笠原行った時に、うん、綺麗な海を見た時に、うん、ね、やっぱり私は今までこの海に対してどんなに失礼なことをしていたかと。そうだよね、うんうん、だってね、いろんな洗剤とかさ、安いシャンプーとか垂れ流しだったわけだからさ。そうだよ、まだ山ほどあるじゃん、昔買ったやつかな。全部捨てたよ。捨てた。あ、そう、偉い。あとバザーに出してよ、使ったの、未開封のものを。あ、そう。あなた、そう。もう今は天然系 100% だから。なあ、すごいよね。うん。うん、まあ、そうやって。それはあくまでも、そういう、ちゃんときっかけがあるわけだから。やっぱり人っていうのはさ、うん、私を見たらさ、わかるわけで、うん、何か、やっぱ人って変われるんだよ、絶対。うん、そうだよね。何かがきっかけで。そうそうそう。うん、と思うわけ。うん、そうだよね。でも、それって若い時にさ、沖縄行ってるんだよ、うん、沖縄の今綺麗だったよ、石垣島も行ったよ、うん、宮古島も行ったよ、うん、綺麗だったけど、あの時はやっぱ時代なのかな、うん、やっぱイケイケだからさ、うん、バブルの時でさ、うん、イケイケでさ行ったせいなのか、そこまで響かんかっていうのは私にね、うん、なんかこの海を守ろうとかさ、うん、やっぱ小笠原でほらウミガメの産卵とかさ、うん、見てるわけじゃん、うん、そうだね。だからさ違うよ、ね、そうだから時期があるんだよ、時期もあるし、そういうふうなパッとこうなんか感じる時期かな。もあるし、うん、あとやっぱりね、小笠原ではさ、南島っていうところに上陸して、うん、その島、もうそこもちゃんともう限られてるね、自然保護のために1日に何人までしか入れないとかさ、うん、その島に入る規制とかもしていて、ちゃんと皆さんが守ってるじゃん、うん、ちゃんとしたそのガイドじゃないと、ガイドとしないと入れないって、うん、そこに行った時にやっぱり外来種の問題とか聞くわけだよ、うん、で去年にはなかったものが草が生えてるわけ。うん、あんなにさきちんとしてても、うん、ひょっとしたら何かの種がついててそこでわーっと
外来種が広がっていくこととかさ、うん、やっぱ目の当たりにしてるわけよ、うん、私は、うん、そうだよね。じゃあやっぱり変わっていくよね。うん、まあだからそれはそのやっぱり積み重ねの中である。うん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 、うん、それはあると思う。若い時20代の時に小笠原に行きました。綺麗な海も見ました、うん、綺麗な湾も見ました、うん、でもその時にはそこまで私は残念ながら思い至らなかった。それはそうだろうな。それチャンスだったかもしれないね、うん、だけれどもその時に私はそこまで至らなかった。そうだよね、うん、そういうことだよね。そうだからまあそうやってさ変化があるのは面白いよ、うん、面白いよ、うん、あの、うん、種もらって喜ぶなんて考えられないじゃん。わざわざ送ってくれたんだよ本当に。うん、うん、そうあの何だっけ野良ボーあれ野良ボーナーとさ ね、 ねわざわざね、うんうん、ご自身の畑で取ってさ空豆とかさ、そうだああいうふうにきちんとやってる人いるってすごいねやっぱりね、うん、だから空気に触れないようにあれ真空パックでしょあれちゃんと、うん、自分できちんとさ、うん、自家採取してさ自家採取してきっちりと、うん、そう、うん、あそこまでやろう自信ないけれど、だからああいうのを送っていただいたあの形を見て、うん、やっぱり娘たちが何を感じるかで ね、ここまで大事に種をね、そう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 、保管してその大事な種を私たちに分けてくださるっていうさ、うん、そうだからさそういう要するにただ育てて終わりじゃなくてさ、うん、また次につなげていくということまでもさ、うん、やらなきゃいけないわけだよ。なだから今種子法を廃止してさ、うんね、ちょっと本当に自家採取ができなくなるかもしれないっていう、うん、すごい危機的状況にもあるわけだけどね。うん、なのでまあそういうやっぱ本来の農業ってのはどういうもんかっていうことさ、うん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 、やっぱりまああの知っておくこと必要だよね。そうだと思う。うん。うん、そうだからまあまず少なくともね、ね、うん、果物にしても野菜にしても、うん、ね、スーパー行って買ってくるもんだっていう、うんうんうん、そういうふうなこう、うんうんうん、ね、常識からさ、うんうん、自分たちで育てることができる。うん、ね、うんうんうん、でまあまだね。あの収穫はしてないからあれだけどさ、うん、これでトマトができましたピーナッツできました大豆できましたってなればさ、うん、これまた嬉しいよね。そうだね、うん、だって種だからさ台風が来るかもって言ってその前日にさ、うん、わざわざ立川から電車に乗って、うんうん、ね、そう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 行ってちゃんと閉まってきたんだからさ、うん、そう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 だからね本当そういうふうな、ん、視野が広まるっていうかね、うん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 、うん、それは大事なことだなと思うよ。うん、うん、でも私自身さ何だろうこの年になって思ったら、まあ、50いくつだ今年は何になるのかな、うんうん、まあ、今56だけどさ、うん、この年になっても変われるっていうのはすごいと思うし、うん、この年になっても変われる自分は素直に私は褒めたいと思う。そうだよね、だから、うん、いくつになったって変われるのよ本当はね。だから別にさ、うん、80になってから畑始めたって構わないわけだしさ、うんうん、あの別に年齢制限なんかないんだからうん、と思うよ。よくいるじゃん、あのなんかもう80ぐらいで学校行く人もいるしさ、いるいるいるなあ、だからそういうふうなことってできるわけだからね、うん、この前お会いした方もすごい素敵だったよ、うん、61から新居の学校に行った、うん、ああそう、うん、いや前からねちょっとあるところで知り合ってすごい素敵な方だなと思ってたの、うん、一度ゆっくりお話したいなと思って、うん、この前そういう機会いただけたんだけど、うん、お話を聞いたらそういうことよ。そうだよね。いやすごいなと思った、うんうん、いやそれはねあの自分でね、うん、こうなんかストップかけてさ、うん、年だからとかさ、うんうん、なんとかだからなんとかだからって要するにできない理由いくらでも見つかるわけだから。そうだよね、仕方でもできない理由いくらでもあるから、うん、だから それにそっちに焦点を合わせて、うん、やらないっていう選択をしていくのでは、うん、もったいないよね、うんうん、そうだから僕は例えばね1年だって5年だってね、うん、10年ね、うん、大変なことできるんだよ。思うよ。そうでしょ。思うよ。うん。思うよ。ね、例えば俺60過ぎたけどさ、うん、ね、70、うん、70みんな元気なんだから今。そうだよ。な、うん、うん、だから10年間ってすごいことができる10年間だから、うん。そうだね。な、だからさ、これでさ、なんだろう、まあ今畑があってさ、例えば千葉でね、おーちゃんがやってることがすごい私たちにとって励みになるしさ、うん、自然栽培パーティーのね、うん、仲間でさ、あちこちやってるのをさ、うん、見せてもらいに、この行くじゃん、田植えに行ったりとかさ、できるじゃん。うん、やっぱああいうこうネットワークをさ、こう教えてもらったっていうのは本当にありがたいしさ。そうそうそう、一人でやってもダメね。うん。ああ。うん、たまにやっぱ口こぼす相手とかさ、うん、うん、すごいよね。そう、うん、そういうふうなことでさ、うん、まあ年とかさ、うん、なんか状況ね、うん、今こういう状況だからできないんじゃなくてさ、うん、ね、やっぱり、うん、やってみる、うん、ね、まあやってみなはれつなやったっけ
サントリーかどうかな。なあ、そうじゃないけど、とにかくやってみるということよ。そうするとそこで何か新しい発見があったり、いい人間関係できたりするからね。うん、それ大事だよね。だからこういう機会もあると本当幸せだと思うよ。それもしかもいいかなって。けどさ、萩井さんの縁でさ、ね、あの素敵な場所紹介してもらって、で子供たちも一緒に行けてさ、今度仲間たちも一緒に行こうって話になってさ、これ最高だよね。そうだね。まあ、あの土台作りをしっかりしていかないとな。そうですね。まあそういうことでね、まあ思い切っていろいろやりましょう。そうですね。はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。